る。はい、じゃあもう一応レシピを。ここも雪がね、なくなりましたね。びっくりした、本当に。ちらつきましたね。うん、はい、それは何をしてるんですか。それはちょっと説明しながら。最初 30g お湯を入れて、全体の豆にあのお湯がしっかり浸るように軽くかき混ぜて、あとちょっと真ん中にお湯を入れるくぼみを少しだけ作ります。はい、このくぼみを作らないとどうなるんですか。ちょっとあの注ぐ点があのなくなってしまって、うん、土手が潰れてしまうので、うん、あのできるだけもう僕は中心に向かって抽出したいんで、うん、へこみを作っています。なるほど。でスリーブの色の話で起き上がって、なんで急にまた僕に圧力かけたんですね。かなりシバリストは抽出スピード速いので、うんうん、注ぎはかなりゆっくり中心に向かって、これでもだいぶ速いですね。あ、けど調子よく落ちてるね。そう、綺麗に落ちましたね。そっからだとあれですね、金のやつ見えませんね。確かに。どうなってんのか今わかんないです、下が。マスカンで抜ける。なんかシバリスト本当にリリーと相性良くて、うん、スピーディー×スピーディーでも、うん、ちょっと今一瞬の瞬間脱離攻撃で、これをこうしてなんかスケールが固まっちゃったかな。よしよしよし、いいぞいいぞ。やばいやばいやばい、トラブル。しょうがない、しょうがないです。5まで落としてみます。はい、めっちゃ早いです。早いね。めっちゃ早いです。抽出があっという間に終わりそうな気がする。普通のフィルターより15秒ぐらい早く。あー、なるほどね。抽出できますね。うん、物理攻撃がしてる。ちょっといろいろありましたね。はい、完成です。はい、で、まあ20何秒、そう、2分15秒ぐらいで、2分15秒ぐらいで抽出が完了しました、はい、レシピに関する考え方、それから今日のセッティングまで少しお話をしてもらえればなと思います、はい、抽出に関する僕の考え方は、はい、まあ、そもそもこうカッピングって呼ばれる、はい、コーヒーの業界の人が行う、まあ、官能評価の、まあ、手法があるんですけど、うんうん、それが一番コーヒーの良さだったりとか、まあ、悪く言えば悪さも出てくるんですけど、まあ、正直な味が出る抽出の仕方だと思ってるんですよね、うんうん、でそれに近いやり方でドリップしたら結局豆がいいものを使ってるんだったら、うんうん、そもそもそれに近いやり方すればいいコーヒーって絶対できるっていう、もうカッピング至上主義みたいな考えが僕はどうしてもあって、カッピングに近いやり方で抽出も行うっていうのが僕の、まあ、そもそものその、あの根底にあります、ね、で、じゃあ具体的にどうしてるかっていうと、まあ、引き目は中引きややちょっとあの粗めぐらいにしてるんですけど、プラス抽出温度、基本高温抽出95度以上のお湯を使った高温抽出をしてます。レシオも15倍固定で、あ、1対15、はい、固定なんですね。固定で抽出をして、うんうんうん、でフレーバー重視、うん、あの質感とかいろいろボディ感とかもいろんな要素あると思うんですけど、うん、とにかくもうコーヒーのフレーバーがファーストインプレッションでバンと出るようなコーヒー抽出っていうのを僕はやります。ニーザト君のさっきの抽出理論の話は、サクッとお伺いしたけど、うん、もうロニックがそのマインドで、抽出レシピが組み立てられているということで間違いないですか。そうです。ただ、まあ、今回に関して言うと、うん、オーソドックスなレシピに改造を加えて、今日のレシピはこんな感じになっています。でドリッパーはリリーリリーです。でフィルターはシバリストのフラット、はい、フラットですね、うん、グラインダーオプション O のラゴームミニで、バケトルとかブリューイスターで、ブリューイスターでいって、コーヒー豆が 15g、 15g
イオンが95度で、まあ、15倍の出来高で225、225の落とし切り、落とし切りですね。3等でいきます。ブラシ入れて3等で落とし切ると。はい、リリードリッパーは、はいはい、ウェーブフィルター系のドリッパーでして、こういうフラットボトムというか、そこがこう平たいタイプ でかつフィルターも円錐とか台形とかではなくて、こう並々のこのウェーブ系のフィルターがなんか最近トレンドなのかなって僕は若干感じていて、まあ浅いりにも向いてるので、まあフラット選ばれてるのかなと思うんですけど、まあリリーはもう本当にそのあのまあ代表格になってほしいっていう思いもありますし、まあそのぐらい僕はあのこう欠けてるドリッパーで、であの実際に素材はセラミック の中国の茶器とかに使う白磁っていう磁器の素材でできてまして、保温性が結構いいっていうのと、あとあのこの傾斜角があの V60T と一緒の60度になってるんですよ。この開き方でいうと、あの他社製品のこうウェーブ系に比べて口が広いんで、ドリップするときにこうやりやすい、やりやすさっていうのもありますし、まあ全体的にしっかり底の方でお湯が一瞬浸湿されるっていうところは残しつつも、やっぱあのスピードが結構速いので、そこまでリブがついてて、コントロールもしやすいっていう、なんかそういうあのすごいこうマニアックな抽出もできるあの万能な抽出器具かなと思ってます。リリ自体はフィルターが本来であれば借りたウェーブ、カリタのウェーブフィルターの155っていうのが純正というか、それをまあ推奨しているものなんですけど、まあ今回ちょっと勝ちに行くために、はいはい、もう一回レシピ出しますね。はい、勝ちに行くために、勝ちに行くためにちょっとフィルターを今日触ったばっかりのシバリスト、はい、アップグレードしました。はい、どうだったのシバリスト触ってみて。はい、シバリスト掲げていいですよ、池尾寺を。シバリス ト, リストはあのめっちゃ抜けよくて抽出、やっぱスピーディーにできるんですよね。うん、でリリ自体もスピーディーなんですけど、まあ、よりそれを、こうスピーディーにできるんで、もう自分の注いだお湯がそのまま下から出てくるみたいな、ほぼこう、うん、自分の手の感覚とすごい一致していて、もう最高の一杯入れるんだったら、やっぱそのぐらいコントロールして入れたいなって僕は思ったんで、逆に言うとコントロールできるからすごくいいけど、割とプロ向けみたいな、プロ向けですね、ところは感じた。あんまり言うとあれかもしれないですけど、なんかこうお店のオペレーションとかでいろんなスタッフが入れるみたいになったらだいぶ差出るんじゃないかなって僕はなんとなく感じて、自分の見てる範囲で美味しいコーヒー入れるんだったらすごいなんです相性いいなと思ったんで、まあ今回勝負には、ああ勝つためには、はい、でこの使うペーパーがですね、フラットっていうんですけど、はい、シバリスト種類があるんですか？あります。シバリストはあの円錐型のもの、こういうタイプですね、に合う円錐型のペーパーと、フラットっていう平底型のドリッパーに合うもの、で今回使うあの新座さんが使うのがファストっていう、速いシリーズで、まあ、僕がこれ持ってるのが B3、これまた違うんだね。これ違うんですよ。違うんだ。マット・ウィントンさんっていう、マット・ウィントン、2021年のブレワーズのチャンピオン、世界チャンピオンですね。はいはい、彼 と,、シバリスのチームがタッグを組んで作ったのがこのペーパーフィルター。全然またね、味わいが違うんですよ。こいつは速くないんだ。こいつはファストほど速くないです。バランスがよく取れた味が出やすい感じですね。マミトさんでのあえてのシバリスのフラットを今回使っていくというところですね。はい、で、グラインダーはでオプションでいくというところです。はい、これがプラスアルファなところですね。はい、これ今回のニーザトレシピの肝ですね。そうですね、本当に勝負に出たね。本当に勝負大爆竹なんですけども、これパラゴンのどういう器具かというと、あのドリッパーをこうセットして、で上からこう普通にドリップします。で、はいはいはい、そのドリップする間にこの金のボールをかませることで、この液体コーヒー出てきたコーヒーが必ずこの金のボールを返して下から出てくる、でそのこのボールに触れた液体っていうのが質感が変わったりとか、あと香気成分、香気成分が液体にこう閉じこもるっていうか、まあ中にこうインクルードされるみたいな感じで、そんな、なんか特殊な器具で、まあ、僕的にはずっと使ってみたかったっていう、質を下げるものではないっていうのが分かってたんで、はい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 、これでダメになるわけではないっていうところですね。上がり方はちょっと未知数なんですけど、確実にやっぱりあの使ってる方がいいっていう呼ばれてるものなんで、まあ、それにかけてみようかなと。まあいいんですよね。揮発しちゃう香りの成分をこう液体に閉じ込めようとできるっていう、なんでこの玉を冷凍庫で冷やすんですよね。そうそうそう、
今製氷機で冷やしてます。そう、冷やされて、冷やされてるんですよ。だから 1投目の液体を冷やすことで香りを閉じ込めるっていう、うん、結構面白い。僕も会社で買いました、うん。抽出序盤を冷やすと香りがいい理論って本当なのかな、試してみたいけどお高い。今回もその検証ですね。本当にそうですね。だからこれが意味あるかないかっていうのも、僕が一番わかると思うんで、普段のレシピと一緒で確かに変化するのはもう気になるっていう。おお、気になる、気になる。なんか全然本編より本編してる。確かに。じゃあこのセッティングでニーザとは行く。